チャップ入れたんで。ああ、やったな。はい、うん、今日何やるかは9時で決めたいな。あ、そうなん、うん、で、次これ、うん、開封動画。おお、うわ、食レポやって。おお、はいはい、もう最悪やハロウィンのコスプレお願いできればなと思ってます。全然いけるよ、うん、やろうか、はい、衣装もあった方がいいな。はい、したあとお尻の汚れを濡れた手拭いで拭くのが私の仕事です。そのお金でぐるっと買いました。まあ今年は本当どうなるかわかんないですけど、うん、皆さんでも家でなんかそうやな、自宅でハロウィンな、ね、うん、はい、これはでもそうやと思うわ。自宅でハロウィンいいよね、うん、オンラインとかありそう。ああ、ありそうですね。何？ズームでつないでとか。ああ、そういうことな、うん、ハロウィンズームつなぎな、はい、もう大体でマーシーなんかで着てましたよ、ね、黒もあるんですあるよ、かわいい。でも黒のマーシーやいいな、それいいかっこいい。これでも多少さん送ってくれって、なんか俺もともと着てたんが言うたら、まあ服屋さんが勝手に作った、まあ言うたらバッタモン。ああ、はい、ほんで、ほんなインスタでなんかツイッターかな、あのガッツのクッキーがなんかあの僕正規じゃないマーシーぞ、これ、あ、これが言うたら正規じゃないやつな、うん、ちょっとちゃうね、これな、ちょっと違いますね、うん、正規じゃない、これマーシー着てるから来てるっつって、ほんで俺なんかツイッターで、あ、すいませんみたいな感じで送ったんかな、うん、ほらなんかあの今度どこどこどっかとコラボでしっかりしたちゃんとしたやつを作るんで、あのよかったら送りますって送ってくれはって、お前、ほらこのバッタモンさあるやん、これバッタモンやん、はい、これがまあ言ったバッタモンっていうか、まあ、あの勝手に作ってたやつ、はい、とこのマーシーのこの本物のやつな、生地の分厚さかな、分厚さがさ、はい、バッタモンの方がええねんこうやってね、前でお世話します。うわすごい、俺も前でお世話しますよこれはちゃうな、これはちゃうわ、これ前でお世話これは買うんですか、こういうのって。何買う、なんか探して、うん、うん、買うよ、そら。その時にもう色違いで何枚も買うってことですか。そう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 。これはでもちゃうで、ほら。お前どうする。何枚買うんですか。パーカールしなんで。これ前どうする。すごいいっぱいある。前どうする。こっちロンティーほら。ロンティーある。これまさかのうちの子に限って、うちの子に限ってでした。残念、残念やったな。毎度お探ししますよ、思ったやろ。コスプレするで。はい。難しいわ。ワークペンだってな。あ、仕事で使うペンが。あんま嫁にバレへんようになんか英語にしとったからね、だから英語テンガばっかりや、働くテンガ、働き用に使ってるテンガ。たまに、ようこれロケ来てはるときにさ、なんかこうバッてたまにここ、不意に開けたりするときとかになんかテンガって書いてあるやばいよこれだパッて分かれへんいや、テンガはテンガっすけど、まあ、そうやねんけど、だそれは書いとかの俺が分かれへんからね何やったか、すごいやで、マジでハロウィンコスプレ、なにハロウィンコスプレ、ハロウィンコスプレ、はい、これで街歩いたのかな、こっちなんか、ゾンビとかミイラとか、ああ、まあそれ系じゃんか、できたで、はい、いい、はい、これもサッカーボールとして、若林くん、はい、キャプテンズのキーパーの若林くん
島さん行くぞ。コスプレやろ完全に。はい。すごい。でも下そんな下そんなんですか。いや短パンやろだって。下短パンじゃないの。だって私はあんまり詳しくないですけど。まあ確かに長袖。あれ長ズボンやったっけ下。ああでもそっか。あれ長ズボンやったっけな。キーパーはもしかしたら。長ズボンかもな、はい、うん。昔はそうですよね。まあご愛嬌で。ご愛嬌。めっちゃいい。すごい。ありがとうございます。全然。これでハロウィンあるとは思ってるやろ。はい。でもすごい写真撮られそうな気がします。この後ろとかにナースとか看護ナースとかゾンビとか歩いてる中も普通にこうやって若林って書いてるつって若林って書いてる若林って書いてるから、うん、かわいい。オッケー。はい。喜んでくれた。はい。どうも若林くん、ちょっとお出かけしますばじゃない。そんなのないです。ちょっとコンビニ行ってきますばじゃん、若林くん。セカンドバッグって前半と後半の間に。ちょっとポカリ買うてきますの若林くん。自分で行くんですか。それはだってお前、中高や高校生で行くやろさ、自分で。若林スウェット、売ってるんですかそれ。作った。すごい。いやろ、はい、タイト2個思ったらタイトすぎたタイトタイトやけどこれYouTube の人気企画なんでまた新たに見る人が増えたらこれでいいなっていうのも、ね、増えへんってお前だから 95% の男子やねんから、はい、でもう40代男子とかやるどうせ30、40ぐらいのこれでも2、3、4とかですね。そやろ、ハロウィンせえへんかなあでもその世代にはキャプツアーはちゃんと伝わる、まあ、キャツ、だからその世代しか見えへんねん、なお20代の子がな、例えばやあ、ヤバくんのクッキーが YouTube でなんかコスプレするみたいって見てさ、はい、結果は若林くんやねん若林くんちょっとコンビニ行ってきますバージョンとか言われてもそもそも若林くんってなるやん、はい宇宙吉本が、うん、あのウームと一緒になんか業務提携というか何やねウームってあのヒカキンさんとか、うん、そういう YouTuber の、うん、その結構有名な人がいるかあの事務所なんですけど、ね、一緒になんか YouTube やるみたいな、うん、吉本のそういう芸人さんだったりのチャンネルを、うん、結構見て、うん、なんかもっとこうした方がいいですよみたいなアドバイスあるんで、はい、そういうのをどんどんしていくみたいな取り組みをなんかやってるらしく、うん、クッキーさんのチャンネルの番になったらしいんですよ、うん、それがとうとうあ、はい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 、クッキーさんの伸ばすにはどうしたらいいかね、どうしたらいいかみたいな相談してて、うんうん、でその回答が、うん、これはもう何も言うことがないいや、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよお手上げってことそれかもうやってること、今やってやることで十分でしょってことたぶんそれも、もういい可能性もありますよね、そのもっと、この多分他の人だったらもっとこうした方がいいとかサムネイルこうした方がいいとか、うん、もっと内容こうした方がいいとか、うん、アドバイスをしてるらしいんですけど、うん、クッキーさんのこのチャレンジに関してはなんかアドバイスの仕方がわからないなら何も言うことがないみたいなそれはウームアドバイスくれよウームさんっていうことになったらしいです。しょうがない、しょうがないね。はい、しょうがないですね。まあ、ええ方と捉えようよ。はい、それは俺らがやってきたことは間違いじゃなかったってそうですね、はい、捉えよう、はい、それはいくで、いつでも大丈夫です。いきます、はい。マジックハンドは用意しときますけど、ちょっ とそのどう取るかだけはちょっと考えます。そのまま取るとあんま良くない気がするので。あーごめんなさい。リバースチャンスが、あ、一回リバース、あ、それやるのがフリーのじゃん。あー確かに。いや、これリバースが出なかったらもうでも出なかったさ、おしまいってことですかね。はい、おしまい。あーよいしょ、頼む。あー惜しいな。まあじゃあそうですね、大丈夫です、うん、じゃあ次回マジックハンドでお願いします。きっとお前は俺のこと好きになると
優しいようにしたのからな。わかりました。うん